西和田駅は北海道根室市清和田にある北海道旅客鉄道根室本線の駅である。電報略号は西。1978年の西和田駅と周囲500メートル範囲。上が根室方面。温根島と花咲湾の間の高台に位置する。相対式ホーム2面2線で、駅裏の釧路側に保線用の引っ込め線があり、保線車が停車している。かつては、 駅舎横の根室側には、貨物ホームと引っ込め線があったが、貨物取扱い廃止の1974年以降に、撤去されて、建屋だけが残されている。後に、無人駅化に伴い駅舎側に防線化された。駅裏の根室側に、焙煎の跡が残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地名から。 同地は1886年に、福井県、石川県、新潟県、山形県、鳥取県の氏族220個1083人から、なる、屯田兵、第二大隊第一中隊によって開拓され、当時の大隊長、和田忠しなのせいにちなんで、和田と命名された。その後、第二大隊第一中隊は、増員により、第四大隊となったが、 このうち、第一中隊が東部におり、東和殿、第二中隊が西部にあり、清和殿と称するようになった。東駅は、その、清和殿に所在することに由来する、短式ホーム一面一線を有する地上駅。かつては交換設備を備えた、車掌車改造の待合所が設置されている、根室駅管理の無人駅。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。 ありがとうございます。